はい、今日も可愛い筆文字を書いていきます。今日もですね、昨日に引き続きひとりさんの言葉を、斉藤ひとりさんの、ね、言葉を聞きたいと思います。いい親は心配しません、信頼するのです、という いい言葉ですね。はい、それを書きたいと思います。昨日も言ってますけど、後ろから書きます。後ろ、それは僕ここを手をつけてきますので、普通習字ここつけませんが、僕の字をここつけます。なのでこう書くと汚れちゃいますので、後ろから、ひらがなは一箇所、ルーム頭が太くて、ここだけが太くての、でもここだけが太くて、いい親は心配しません、信頼するのです、という言葉を書かせていただきました。これを次はパステルの上に書いてみたいと思います。こちらに書いてみたいと思います。漢字の信頼は中筆にしますね。今まではごく細でした。はい、斉藤ひとりさんの言葉で、いい親は心配しません、信頼するのです、っていうのを書かせていただきました。まあ、形としては漢字が大きく、ひらがなが小さくっていう、まあ大体ですね。で、太いところと細いところで、できるだけキュッとこう、キュッと広がるんだけど、キュッとこうまとめちゃうっていうか、間を間に書いていくと、こういうような、全体でね、こう絵になるっていうか、そんな感じになると思いますので、またチャレンジしてもらったらと思います。こういう言葉とか、まだ文字とかでもいいですし、人の名前でもいいです。なんか書いてほしいものがあったらコメント欄に書いてください。結構ね、そうして依頼を受けた方が僕も毎日毎日ね、こう何を書こうか悩みますので、あった方が嬉しいので、なんか書いてほしいのがあったらコメント欄にお願いします。あとですね、こういう文字が好きだなとか、書きたいなとかっていう方、もっともっと見たいなっていう方は、
ぜひともチャンネル登録と高評価ポチッとしていただけると嬉しいので、よろしくお願いします。じゃあ今日はこれで終わりたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。